ってあげる。それってうちらに戦えって言うんか。じゃあまたね。あ、どっちか一人とはこれでバイバイ。もし生き残ったら私が相手してあげるよ。何考えてるんや。うちらがそんなルールに従うわけないやん。センちゃん、さっきはあんなこと言うてたけど、二人で力を合わせたら大丈夫やから。ルールか。まさか正義のためにルールは破られへんとか。それはないよ。正義はもう本気ちゃうよね。心の奥底ではこうなることを願っていたのかもな。母さんを失った。目を覚ませっていうのはもう無理なんか。うちセンちゃんの融通きかへんところも結構好きやったんやけど。貫き通せソクラテス。ほんまに残念や。いてまえディオゲネ。こんな結末しかなかったな。だがこれが私たちに突きつけられた現実だ。最低やね。これ見て笑ってるやつもな。これだけ試しても壊れないなんて。大丈夫だよ。あの二人が助けてくれるよ。うん、私も心配。センさんも心さんも普通じゃなかったか。それにあはお姉ちゃん、私を呼んだ。未来、可愛い妹との感動の再会だよ。もっと他に話すことはないの？あるよ。ありすぎて何を話せばいいのかも。嬉しいな。お姉ちゃんの頭の中、私のことでいっぱいだ。でも、まだダメだよ。お預け。花。だったら、今すぐ私たちを出して。じゃあ、ルール説明ね。そこにいる、再生の歯車の影響で壊れかけてる勇気も、ちゃんと聞いてね。な、な、なのこと。ルールは一つ。ここから出ることができるのは、一人。それに。つまり、お姉ちゃんがそのベタベタつきまとう鬱陶しい勇気を消滅させればいいだけだよ。天国でいつもやってることだから簡単だよね。ナナナと戦うなんて、そんなことできるわけない。お姉ちゃんは優しいな。だけど、やらないとやられちゃうかもよ。ナナナ、ナナナ、誰？それよりもうね、一緒に遊ぼうよ。ああ、完全に自意識を消されちゃったね。死者の魂を初期化する機構を前にしてるんだから、波の勇気だと壊れちゃうのは当然。外で待ってるからね、お姉ちゃん。私に会うためにもっと必死になって。やめて、ナナナ。本当に忘れちゃったの？私のことも、私と一緒にいた時間のことも。ヘラク・エイトス、ごめんなさい。ナナナ、おとなしくさせるだけだから。もっともっと遊んでよ。もう壊れちゃえばいいんだよ。やった、せい、えい、やった、せい、くらえ、は、えい、はく、は、せい、えい、や、ごめんなさい。どうかお願い。困りました。いや、
一撃で沈んでハコレスの一瞬に全てをかえハッエイヤッこの一撃で沈んでヤッタセイクヤッタセイクらえこの一戦に全てをかけるこれでどうえっふっふっえいやったせいくらえどうかお願い恨むなら恨んでふっはっふっえいやったやりましたやえいやったせいくらえこの一撃で沈む引っ込んでてはふっはっせいやったいいですねはっせっやっ引っ込んでてふっえいやったせいくらえことがえいやったえいふっふっふっはっせっやっあまい引っ込んでてふっふっはっせっ目障りですふっかぶりになりましたじめやっふっこの一戦にすべてやっ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 これで決めるの夜でこそ輝け涙よルテーシ希望の星へ反対でんやふっはっせっやっさまえいふっはっせっかえふっはっせっやっさまえいやっさせいくらえへいふっはっせっやっさまえいやっまだまだ頑張りますになるから例の言うことちゃんと守るだ。ダメ止まって。そんな私ただあなたを元に。お願いレイナナナのこと嫌いにならない。私に会いたくて邪魔な勇気を倒してくれたんだね。いいよ、約束だもん。お姉ちゃんとの約束を破ったことなんて今までなかったよね。あ、入れないって約束した嫌いな野菜をこっそり料理に混ぜたことはあったかな。でもそれは引きこもりなお姉ちゃんの健康を心配して。いい加減にして。お姉ちゃんちょっと変わった？失敗したな。もっと早く引き離すべきだったかな。自分から話すつもりがないならせめて質問に答えて。あなたが本当に勇気の姫なの？自分から名乗ったわけじゃないよ。姫なんてそんな恥ずかしいこと言わないって。3年前かな、死んで勇気になっちゃったんだけど、お姉ちゃんに会いたくて蘇りに必要な魂を集めてたらいつの間にかそう呼ばれるようになってたんだよ。
今では気に入ってるかな。3年前って私たちのお父さんとお母さんが。そうだよ。その時私も車に乗ってたの。蘇りの時、不都合な記憶は上書きされるからお姉ちゃんは覚えてないと思うけどね。それが本当なら私は何も知らずにあなたと一緒に暮らしてたっていうの。そうだよ。ほんと最高の時間だったよね。鬱陶しくて邪魔な親もいないし、大好きなお姉ちゃんと二人っきり。朝も昼も夜もお姉ちゃんのプニプニほっぺは私だけのもの。誰にも渡さない。誰も二人を引き裂くことはできないんだよ。アナムネシスのせいでちょっとだけ予定が狂ったけど大丈夫、問題ないよ。これからも私とお姉ちゃんは永遠に。あ、相手をしてくれる約束だったな。未来、お姉ちゃん。私、こんなの嫌だよ。お願い、お姉ちゃんと一緒にいたいの。もう決まったことなんだ。向こうの両親だってきっと未来を大切にしてくれるよ。ねえ、お姉ちゃんのそばがいいの。お手伝いでもお料理でも何でもするから、お願い、私のこと捨てないで。捨てるなんて言わないで。私たちも寂しいのよ。嘘だ、嘘つき。なんだと？お母さんに謝りなさい。寂しいなんて思ってるわけない。私のこと愛してくれるのはお姉ちゃんだけだもん。そんなこと、父さんたちだって必死でお前を本当の娘だと。家族って必死にならないとできないものなの？それは。いいよ、だったら私も必死になるから。未来、何してるの？シートベルトをつけなさい。お姉ちゃんのそばにいるためなら私は何だってできるよ。待っててね、お姉ちゃん。今の、なるほどな。お前たちは本当の姉妹ではなかったのか。血はつながっていなくても本当の姉妹でした。少し納得したよ。血のつながりがないからこそ奴は姉であるレイに異常な執着をしていたのだろうな。もし運命をもてあそんで楽しんでいる誰かがいるのなら、これ以上私たちをどうしたいんですか？出られるのは一人だけ。何ですかそれ。未来の次は私ですか？私はもう引き返せないんだよ。戻れないのは。始まるね。そうじゃな。正義を貫いてきた道化の最も正義とは縁遠い演劇じゃ。こんな愉快な見せ物はそう見られるものではないの。ちゃんも頑張れ。名残惜しいが、これで終幕じゃ。手塩にかけた。